皆さんこんにちは、ラー油です。今回は視聴者さんにリクエストをいただいていたエンポダスという面白い見た目をした古代魚について解説していきたいと思います。体に見合わないサイズの歯や、この種族が意外と長寿なことについて着目して最後まで見ていってください。それでは早速解説していきましょう。エンポダスとも言われているエンポダスは、白亜紀から古第三紀にかけて世界中に生息していたヒメメの魚類なんだ。俗名はギリシア語で槍と意味する言葉と歯を意味する言葉の合成してエンポダスと名付けられたんだ。そんなかなりいかつい名前の元となったエンポダスの歯ですが、約 1.25m のサイズに対して見つかわしくないほどの大きさで36センチ巨大な歯を持っていたのだ。ちなみにエンコダスほどのハンターでも白亜紀を支配していた海生爬虫類たちにはかなわなかったようで、モササウルスやプレシオサウルスの胃の内容物として発見されていることから、彼らの餌になっていたと考えられているよ。普通にこんな大きな歯を飲み込んだらどこかにぶっ刺さるか消化不良を起こしそうだよね。しかし彼らはモササウルスなどの餌食になったといえど、種族としてはかなり成功していて、あの6600万年前の白亜紀末に起きた大量絶滅を生き延びた数少ない種で、新生代序盤の古第三紀、新生、プリアボニアン紀まで生き延びたとされているんだ。今回はそんな種族として長寿なエンポダスの解説でした。この動画で紹介されていないエンポダスの豆知識などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。